皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。めっきりね寒くなりましたね。もう朝晩は本当、半袖じゃもう無理だなっていう感じなんですけどね。まあでも僕は暑がりなんでね、結構あの犬の散歩なんかもね半袖で出ちゃうんですけど、出て途中で寒くなっちゃうっていう、まあそんな季節なんですけども、はい、またね、訃報が入ってきましたね。本当にね素敵な、素晴らしいミュージシャンがねまた一人、旅立たれました、ね、僕もちっちゃい頃本当大好きで、モノマネしてたんですけども、もんたよしのりさん、72歳ってことで、まだまだね本当まだまだ若いですよね。まあ本当にね、まあ僕もあのダンシングオールナイトぐらいしかわからないんですけども、本当ね幼い頃、もうしょっちゅ もうトップ10とかでもね、何週連続1位とかねそんな感じだったと思うんですけども、本当に印象深い曲で、そしてあの特徴的なね、ハスキーな声、あれもねなんかあの噂ではね、ハスキーな声が欲しくて自分で声帯を潰したとかね、そんな話なんかもありますけども、本当に素晴らしい、ミュージシャンシンガーだなと、思ってます。そんな、もんたよしのりさんに哀悼の意を込めてですね、今日はですね、ダンシングオールナイト歌いたいと思います。それでは行ってみましょう。もんた&ブラザーズダンシングオールナイト。甘い時弾む心、人よのきらめきに揺れるキャンドルが潤む目の中で、無邪気に踊ってみせるDancing all night 言葉にすれば Dancing all night 嘘に染まる Dancing all night このままずっと Dancing all night 瞳を閉じて、独り言と息一つそれだけで崩れてしまう、危なげな恋と知らず、ぬくもり手探りしてたDancing all night 言葉にすれば Dancing all night 嘘に染まる Dancing all night このままずっと Dancing all night 瞳を閉じて、この店で最後の夜を、どちらからともなくそう決めて、思い出をなぞるように踊る、
初めて会った夜のように This is all night 言葉にすれば This is all night 嘘に染まる This is all night 今度もずっとThis is all night 瞳を閉じて This is all night 言葉にすれば This is all night 嘘に染まる This is all night このままずっとThis is all night 瞳を閉じて はい、ありがとうございます。本当はね、もうちょっとね、こう思いっきり歌いたいんですけどね、ちょっと自宅なんで、ここまでがちょっと限界なんですけども、ちっちゃい頃ほんと大好きで、いつもね、モノマネして歌ってましたね。はい、もう本当にね、素晴らしい、楽曲もそうなんですけど、やっぱりもんたさんのね、かすれた歌声、あれはもうほんと憧れましたね。はい、いかがだったでしょうか。もんたよしのりさんの、ご冥福をお祈りいたします。はい、ありがとうございます。それでは、昨日おとといのですね、コメント読んでいきたいなと思います。おとといはですね、先日ね、亡くなられた谷村新司さん、いい日旅立ち、歌いましたけども、山口百恵さんにね提供した楽曲。はい、てるてるさん、いつもありがとうございます。改めてしみじみ、聞きました。痛み入ります、しみます。嬉しいですね、伝わって嬉しいです、ありがとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。こんにちは。今日はまた風強くて日差しはたっぷりです。改めてゆうたですよね、本当ゆうたですよね。しみじみと聞かせていただきました。洗濯フィーバーで今夜は一層気持ちよい眠りにつけますよね。いや本当にね、きちんけ本当に洗濯した後のね、ふかふかな布団はね気持ちいいですよね。先日日帰り旅行してきました。いいですね、岡山なんですがまだ紅葉は見られずでした。あ、そうですか。もうちょっとこれからですよね、11月ぐらい入ってからの方が多分いいんでしょうかね。最後の温泉は、少し、堪能できました。いいですね、今日も素敵な歌声ありがとうございました。こちらこそいつもありがとうございます。今日のヘアスタイルは特に決まってますね。決め方あるのかしら。特にないんですけどね、もう気分次第ですよ。はい、このぐらいの長さってね、上げることもできるし下ろすこともできるしっていうね、いろんな使い方ができるので七三にしてみたりとか、まあいろいろやってみたいと思います。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんばんは。今日は一日中お庭の土いじりをして夜になってしまいました。暑くもなく寒くもなく過ごしやすい日でしたね。紅葉を見に、旅に行きたくなるような、谷さんの歌声、ありがとうございますね。ちょうどいい、昨日はねちょうどいい感じでしたね。今日はちょっと寒いかなって、肌寒いかなっていう感じしたんですけどね。はい、特に朝晩はねもう本当急に冷え込んで、もう本当になんかここ最近ね、もう春と秋がなんかないような感じしますよね。夏と冬のつなぎで秋がちょこっとだけあるみたいな、で冬と夏のつなぎでちょこっとだけ春があるみたいな。昔はもうちょっとね春も秋も長かったような感じするんですけどね。そう感じるのは僕だけですかね。はい、まあでもね一日中お庭いじりいいですね、楽しそう。はい、ありがとうございます。
はい、昨日おとといも、スパム扱いのコメントありませんでしたね。はい、ということですね、まあ、あの昨日はですねちょっと、仕事場のね、イベント、大きなお祭りイベントがありまして、そっちの方に顔を出して、でちょっとね、一緒に働いてる人とちょっと話し込んでしまってですね、ちょっと帰りが遅くなってしまって、まあ、そこからねうちのことを、まあ、うちのこといっぱいね、まだまだ洗濯することとか、ご飯作ったりとかいろいろあるので、ワンコ散歩行ったりとかねいろいろやってたらですね時間がなくなっちゃいまして、昨日はできずにすいませんでした。はい、ということでですね、本当にね寒くなってきましたので、本当にあの朝晩ね、体冷やさないように気をつけてください。僕もちょっと実はですね、まあ、昨日その話し込んで体が冷えちゃったのがちょっとね鼻風邪ひいちゃったかなっていうような感じなんですけどね、まあ熱があるとかそんな感じじゃないので、皆さんもぜひ、まだ暖かいなんて思わずにね、ちょっと一枚羽織るとかそんな感じで出かけてみるといいと思います。はい、ということで今週も秋を満喫して楽しんでいきましょう。それではまた明日。